お、行くぞ。でかくない？皆さんおはようございます。おはようございます。カイツリービギナーズのまさしです。たかしです。大輔です。今日はですね、またまた、名古屋港の、釣り船、ティアドロップのですね、釣れない船長さんのところに、伺うことになっています。まあ、僕はですね、今回で、まあ、3回目ってなってですね、おそらくこの3人で行くのは、まあ、初めてなんじゃない初、うん、初めてよね。うん、初めて。うん。まあ、2人。船長でも3人に集まるんですね。そうそう。うん。うん、まあ、2人は、まあ、2回目っていうことで、そう、船釣りのね、あの魅力ってね、何だと思う？やっぱね、なんか防波堤とかで味わえない、うん、なんていうのかな、気持ちの高まり。楽しさがやっぱ全然違うかな。うん、違うね、うん。やっぱその釣りしてるなって感じは、するよね。うん。うんうん、まあそうだよね。普段他からじゃ釣れない魚が釣ったりするからね。まあ、そうそうそう。僕ら初心者でも。そうだね。まあ、まあ、初心者の方でも簡単に、まあ簡単ではないけど、まあ比較的その大きい魚が釣れやすい。釣れやすいって、うん。うん。まあそういうのが魅力だよね。たかしはなんとも。やっぱりあれでしょう。船で行って、ね、普段見れない景色を見れることは、すごくね。あれだし、魅力的だし。そうだね。確かにね、うん、船で、まあ、普段はね、丘から、まあ、船を見ることは多いけど、船からはその丘を見るってことなかなかないしね。うん、まあ、あとはその、23号線沿いの下を、まあ、船でくぐる景色なんか見ることできないからね。うんうん、まあ、そういう、のも魅力の一つじゃないかなとは、うん、まあ、思いますね。ということで、今から、向かいます。はい、レッツゴー。レッツゴー。今、船釣り、ティアドロップの方に到着しました。これから、乗船しようと思います。今ですね、シニバスのポイントに到着しました。まあ、ちょっと今日も張り切ってやっていきたいと思います。はい、じゃあ一投目いってみよう。雨降っても帰れんって。帰れませんの。ガチが上手くなってきた。うめえ。めちゃめちゃうまいやない。飛んでった。蹴るやない。結構遠いところ飛んでた。なあ君たちは腕が悪いよ腕が。狙ってる。狙ってて同盟。
釣れました。釣れたー。全然関係ないさ。本当だ。え、だけどでかいさ。でかい、でかいね、大きい。もうやったやない。やったー、やった一匹目。あ、メバル。大きくない、すごい。あ、マジ、どうぞ。すごい、メバルこれ。竹の米、あー、なんか聞いたことある。あ、メバルなんだ。竹の米、タケノコ。すごい、タケノコメバルを取りました。タケノコメバルみたいです。やった、初だね。やりました。刺身も美味しいですね。え、刺身できるのかこれ。すごいすごい、釣れ釣れた。来た、引いた、引いた。いや、なんかね、引いたっていうか、なんか表なんていうの、あ、結構 大きい、大きい方。プレッシャーがなくなった。うん。プレッシャーがなくなった。調べてます。大丈夫か。なんか大丈夫。いろんなって。いやー、こんなトラブルにも、船長さんが対応してくれるので助かりますね。助かるよ。もうだって、あの、なんだ、あの素人なのがようわかるじゃん。まあまあ、ビギナーズだからね、俺が言いたいことは。おじいちゃん、超小さいから おじいちゃんまで。違うんだよね。メバルとこれ重ね。ちょっと違うんだね。似てるっぽいけど。お、来た。お、でけえ。楽しそう。あ、バイブレーション。撮ってる。あ、すごい。すげえ、でかい。取れてます、ありがとうございます。いや、すごいな。まだあれ、なんて30センチぐらい入れてるんですか。30ちょっとですね。あー、それでも芝生ですか。芝生っすわ。すごい小さいよ。10センチして大きく見えるかな。なん60くらい見えるか。うん、いけるか。この上なら60くらいで。
旦ですね、シーバスの方は、やめて、根坂の、やろうと思います。まあ、その場所に移動してきました。おぉ、こっちがいいらしい、大輔。ちょっと数時間後が楽じゃないですか。楽っすね。シーバス早くてもあんま変わらない。はい、朝に でかい。ナイス。ナイス。でかいでかい。やるね。磨かりか。でかくない？さっきと一緒。すげえ。すごい。すげえ。クロスは2匹目。さっきより来た。すごい。嬉しい。すごい。大輔はまたクロソイを狙ってます。3匹目をゲットしようと頑張ってます。そうだね、チャンスだよ、大チャンスだよ。うん、あっちの方でかいの行ったの、飛び跳ねた。
ごい。結構奥の方にもう入ってますね。深いところに。エイの粘り立ち切れた切れた。今から名古屋港に帰ります。ということですね、今、帰ってきました。ということですね、今日の釣果はこちらになります。黒ソリが 3匹と、竹のコメバルとカサゴが3匹とシーバース2匹という、結果になりました。今日はあの比較的、たくさんいろんな、魚の種類も釣れたんじゃないのかなっていうふうにまあ思います。ということですね、今日、僕たちと一緒に同行してくれた、釣れな船長さんですね、お友達の、赤目です。あ、すいません、今日はあの僕たちと一緒に、釣りをしてくれてありがとうございました。ありがとうございました。いや、楽しかったです。こちらこそありがとうございます。またあの機会があればですね、よろしくお願いします。はい、お願いします。釣れな船長さん、相変わらず今日もイケメンで僕たちを、楽しい釣りに行かせてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になります。また、はい、またお願いしたいと思います。ということでですね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。